離脱不能の面白さ、話題沸騰の大ヒット作が日本初上陸、中国歴史ドラマ計4年。科幻题材故事是现代思想和古代制度的碰撞。現代社会の記憶を持って戦乱の世に転生したファン・シエン、役人の隠し子として辺境の地で育った彼は暗殺された母の過去を探ること。钥匙在哪？京都。都入りした彼を待ち受けていたのは宮中の何者かによって差し向けられる刺客たち、そして運命の恋。找我的鸡姑娘。姓姬，有你在，你会护着我的。既然已经来到这个时代，就在这个时代好好活着，照顾好身边的人。哥，你知道吗？这就是你跟我说的那个词，浪漫。皇族たちの思惑と陰謀が渦巻く中、ファン・シエンは現代人の知識を発揮して。从这首诗看，范闲颇有才华，诗神。やがて権力闘争の中心に立たされていく。无论你们两个人谁继位，他都是朝中的重臣。如果他要走的是死路，我想和他一起走。数々の謀略をかいくぐっていくファン・シエンの最中。点小事，我来处理。そして母の死の真相と彼の出生の秘密とは。还有，如果我是冰冻醒来，为什么会变成一个孩子？チャン・ルオユンやシャオジャンなど旬の若手スターと豪華ベテラン俳優が共演。アメンバ。痛快エンターテインメント計4年、6月2日午後1時スタート。